シウダデラコスタ市の一図、シウダデラコスタは、ウルグアイカネローネス県の市である。2011年の国勢調査による人口は95,176人であり、ウルグアイで3番目の人口を持つ都市である。ラプラタ川川口部の河市にあり、小規模なカラスコ川とパンド川に挟まれている。ダイモンテビデオ都市圏の延長部分にあるとされ、西側を、 シ都トモンテビデオと東側をサリーナスと接している。一帯の海岸はコスタデオロと呼ばれるリゾート地である。1994年10月19日に市を宣言し、現在の名称が与えられた。シウダデラコスタは市が属する自治体の名称でもあるが、バーラでカラスコ地域は 自治体に含まれない。この地域は19世紀にリンコンでカラスコとして知られた1 6キロメートルもの長い砂浜によって特徴を付けられる。20世紀の間に徐々に人々が住み出し、西のバーラでカラスコから東のエルピナールに至る一連のリゾートを形成した。湖の様々なリゾートは夏季や週末のみ居住する流動人口率の 高さという特徴を持ち、上住する住民のほとんどは、モンテビデオで働いている。砂土壌が豊富で、複数の砂採取場がある。湖のいくつかは、水浴や、ウォータースポーツに使用されているが、一部の湖以外は、これらの活動に適していないため、多くの鳥類や動物種の保護区として機能している。ウ田でラコスタの海岸リゾート地。 シウダデラコスタのアメリカスワシ1980年代からモンテビデオ都市圏の膨張過程に起因する爆発的な人口増加があった。1996年の国勢調査による人口は66,402人であり、1985年の国勢調査に比べて92.6%も増加した。 様々なリゾート地がまとまりを見せ始め、都市としての宣言を行うに至った。その後も緩やかなペースでの人口増加が続いた。2004年の国勢調査による人口は83,888人であり、1996年の国勢調査に比べて28.8%増加した。 モンテビデオ大都市圏最大の衛星都市となり、ウルグアイ第三の人口を持つ都市となった。2010年の選挙時における自治体の人口は79,412人と記録された。2011年の国勢調査による人口は95,176人である。この数字は自治体が内包する各地区の人口の合計を反映している。しかし、 ウルグアイ国立統計局は、自治体外のいくつかの地区もシウダデラコスタの一部として記録しており、下記の表に詳細な統計を記している。これら自治体外の地区の人口を含めれば、シウダデラコスタの人口は112,447人まで上昇し、サルトを上回ってウルグアイ第二の都市となるが、この数字を支持している公的出展はない。人口増加は、 インフラの適切な発展を伴っておらず、市は公衆衛生設備を欠き、多くの道路は雨季に通行不可能となる。このような問題を有するにもかかわらず、シウダ・デラ・コスタは国内の商業と観光の拠点である。市の北西部には、ウルグアイ最大の空港であるカラスコ国際空港があり、市の東部には、ビクトル・ボラット・ファビーニ・サーキットがある。 2011年の国勢調査による各地区の人口は以下の通りである。ロマスでソリマール地区は、パルケでソリマール地区、モンテスでソリマール地区、メダノスでソリマール地区を内包している。郵便番号が1万5千7となるのはメダノスでソリマール地区である。出展、インスティートートナショナルデストリスタカで売るグアイ2011年の国勢調査は以下の非沿岸地区について、 シウダデラコスタの一部であると研究している。これらの地区はシウダデラコスタの自治体には含まれていない。ありがとうございます。